のね、デイビッドのパソコンの中にレイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。そんなバカな、フランクをからかってただけだろ。信じないならフランクの車を見に行こうよ。なんでだよ。レイチェルのブレスレットを持ってたんだから、他にも何かあるかも。もしそうだとしたら今度こそ殺してやる。ドアを確認しよう。鍵をかけ忘れてるかもしれない。本当にあいつとつるんでたの？しつこいな。バレたらおしまいだぞ。くそ。じゃあこうしよう。私がフランクに金を返すからついてこいって言う。そしたらマックスが時間を巻き戻して私を見えないようにする。その後マックスがフランクに車を確認するように言って鍵を手に入れ、巻き戻して、あれ？クロエ、大丈夫、私に任せて。また偉そうに。私は犬の気を引くための食い物でも探すか。どうやったらサクッと鍵をゲットできるかな。犬が夢中になるような骨が見つかるといいけど。一体どうなってるの？竜巻、雪、日食、そして今度は動物が。おかしいよ。なんか気味悪い。ビラがたくさんある。誰も読まないのが悲しいね。今日は大量でしたか？聞くなよ。雪は降るわ、日食は起きるわ。次は竜巻でも来るのか？これって異常気象か何かなんでしょうか？俺は科学者じゃねえ。確かに海温は上がったが、もっと悪い何かが起きようとしている。もっと悪い何か？もしお前さんがアルカディアベイの魚のことを知ってたら。いや、何でもない。話はもう終わりだ。今日は大量でしたか？聞くなよ。雪は降るわ、日食は起きるわ。次は竜巻でも来るのか？近辺の魚にも良くないことが起きているらしいですね。なんだ、知ってるのか。悪いも何も魚がいないんだよ。え？いないって、一匹も？食いがいのある奴らはな、鮭もマスもスズキも全滅だよ。ふざけた話だ。最近はハマグリにまで被害が出ている。そんな、でもそれって。悪い、この話はもう終わりだ。それじゃあな。どうも、ちょっといいですか？なんだ、話すことなんてないぜ。ずいぶん機嫌悪いんですね。クソガキどもが線路をめちゃめちゃにしたせいで、俺は3日も荷物が着くのを待つ羽目になったんだ。時は金なりっていうのに。それは災難でしたね。こんな街なんかさっさとおさらばしたいってのに、街全体がめちゃくちゃだ。雪に日食、アバズレは自殺未遂するし。出ていけばいいじゃないですか。できるならやってる。そういや前にレイチェルとかいう女がロスまで乗せてけって言ってきたな。レイチェルを知ってるんですか？彼女のことを教えて。嫌だね。仕事もしたことのないガキの相手なんかしてられん。俺のトラックでも運転してみたらどうだ。77年生のジャジャ馬だ。分かったらとっとと失せね。どうも、ちょっといいですか？なんだ、話すことなんてないぜ。そこに止まってる77年製のトラックってあなたのですか？ずいぶん詳しいんだな。友達のレイチェルがこのトレーラーのことを教えてくれたんです。私、写真を撮るのが好きだから。
レイチェルを知ってるのか？あの女はトラックのことなんざ興味なかった。仕事にもな。じゃあ、あなたも彼女を知ってるんですね。ダイナーであった。あの女、金目当てに男に近づいていやがった。いなくなったらしいが、せいせいしたぜ。だがお前ならいつでも俺のトラックの写真を撮っていいぜ。じゃあな。運転手を喜ばせたら撮影の許可がもらえた。ニーダム1977年モデル、これは素晴らしいよ。何なの？悲しさ、忌まわしさ、美しさが一体になった驚くべき光景。嫌な予感。こんにちは。あら、あんた。いや、ブラックウェルで女の子の自殺未遂があったそうじゃないか。ケイト・マーシュです。実は私が彼女を説得して自殺を止めたんです。あんたが？酒があれば祝杯をあげたのに。どうも。お酒あればよかったですね。それにしてもケイトの件はまだ謎ばかり。私はきっとあんたよりいろいろ知ってるよ。みんな私を見て見ぬふり。でも私はちゃんと見てるのさ。フランクはレイチェルを知ってた。彼をこの辺で見ましたか？今日見たよ。落ち着かない様子だったが。なんで警察はあいつをほっとくんだろう。なんだかあんたは私よりもいろいろ知ってるみたいだね。私はただ町が心配なんです。何か隠しているような口ぶりだけど。あなたなら信じてもいいかな。私をおかしいとも思わないだろうし。私なんかがどうこう言えるもんか。それにあんたはまともさ。じゃあ言いますよ。実はアルカディアベイが竜巻で崩壊する未来を見たんです。本当に。ありえない話じゃないね。近頃街の空気がおかしい。知らせてくれてありがとうよ。ベーコン、またお腹が空いてきた。でも先にフランクから鍵を手に入れないと。俺を撃とうとしたくせにのこのこ来るとは度胸があるな、お嬢ちゃん。だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようが、レイチェルの服を着ようが、ガキはガキだ。一体何の用だ？なんでレイチェルの服だってわかるの？お前と違ってその服が似合ってたからな。で、なんだ？また俺を家に来たのか？あなたの車を調べさせて。いやだね。俺に付きまとうんじゃねえ。作戦失敗。あそこにいる警察官か、姉さんにでも話しかけて、しつこく質問すれば有用な情報を聞き出せるかも。おやおや、スーパーマックスのお出ましだ。みんなそう呼んでる。あまり悪く思わないでくれよ。ケイトを助けたことをみんな誇りに思ってるんだ。ありがとうございます。でも私は運よくそこにいただけで、重要なのはケイトが助かったことです。君は今やブラックウェルの顔だよ。アルカディアベイは変な街だと思います？普通の街ならこんなことになってないさ。考えると嫌な気分になるが。しばらくはケイトがブラックウェルの象徴になりそうですね。
彼女を助けた君もな。他の生徒にも見習ってほしいね。ブラックウェルの顔はデイビッド・マドセンじゃないですか？今だけだろう。尊敬していないわけじゃないが、いろいろとやりすぎだよ。私とクロエに対してもいろいろとやりすぎなんです。そうみたいだな。前も銃を盗まれたとか騒いでいたが、思い込みが激しいんだろう。何の用だい？ブラックウェルの顔といえばネイサン・プレスコットでは？とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだろう。アルカディア・ベイの乗っ取り。そんなところだ。プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してるらしい。取引といえば、プレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな。その代わりに取引をした。そしてもう抜け出せそうにない。なあ、もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな。朝食に戻るよ。何の用だい？あの、あなたがプレスコット家のために働いてると聞いたんですが。なんだと？そのことが噂になってるのか？別に責めてるわけじゃないんです。プレスコット家に困ったことがないか時々調べてるだけだ。姉さんのことも。頼むから黙っててくれ。他の人に聞き込みしたまえ、コールフィールド警部。レイチェル。んだよ、お前か。あのマックス・アンバーか。パンクにイメチェンか。そういや昨日お前がジェファソンに歯向かったのはかなりの見物だったな。警察官もいるダイナーならいくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。強がってるのはお前の方だろ。校長室では余計なことを言わなくて正解だったな。ケイトなら泣き寝入りすると思ってたんでしょ。何言ってんだ。何か持ったんでしょ。マックス、お前本当にバカだな。何も分かってねえくせに偉そうにしやがって。そんなに俺を敵に回したいのか。ちょっと騒ぎを起こさないでよ。こんなの騒ぎのうちに入らねえよ。なんなら名誉毀損でお前を訴えてやろうか。分かったらさっさと失せな。ダクシつけえな。今度は何の用だ。全てをもみ消してくれる優しいパパがいて羨ましいね。知ったふうな口を聞くな。お前に親父と俺の何がわかる。だったら教えてよ。なんでだ。気にかけてるふりか。え、教えることなんてね。親父はただのクソ野郎だよ。助けになれるかもよ。うるせえよ。俺に関わんじゃねえ。いいな、さっさと失せろ。ダクシつけえな。今度は何の用だ。聞いて姉さん、もし私をフランクに仲介してくれたら、これまでのことは水に流すよ。意味はわかるよね。風邪薬が欲しいなら薬局に行きな。鉄弁するのも楽じゃないの。とにかくどうなの。落ち着けよ。しょうがねえな。そんなに勉強したいならフランクに高等教育って合言葉を言いな。用意してくれるぜ。ダクシつけえな。今度は何の用だ。ねえ、あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ。レイチェルはだいぶハマってたみたいだけどな。俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。ってお前余計なこと言うんじゃねえぞ。ダクシつけえな。今度は何の用だ。聞いた話だと、あなたとフランク見張られてるんだって。あなたのパパが雇った警察官に。バカ言え。持ち物を雇う必要がどこにある。それに警官も俺のことをチクるほどバカじゃねえ。本当に？じゃあフランクは捕まっちゃうんじゃ。いずれ捕まるさ。レイチェルと血の誓いを結ぶようなヤバいやつだしな。くそ、余計な話をしちまった。今のことは忘れろ。とにかくもう行け。喋ったら殺すぞ。ダクシつけえな。今度は何の用だ。フランクの血の誓いとレイチェルのこと秘密にしてるの。
血の誓い？何のことだ。俺はそんなこと誰にも喋ってない。それにどうせみんなフランクは嘘つきの負け犬だと思ってるだろ。あのレイチェルだってな。でもレイチェルはフランクと関係を持ってた。レイチェルはフランクの商品欲しさに写真を撮らせただけだ。フランクは盛大に勘違いしてるみたいだけどな。バカだし。何の用だい？姉さんはレイチェルとフランクがブラックウェルを象徴してるって。フランクはもう生徒じゃない。残念なことにこの町の顔であることは否定できないが、あいつには近づくな。それからあいつの犬にもだ。フランクは犬をすごく可愛がってますよね。ペットというよりボディーガードだな。血を欲しがるように訓練したんじゃないか。まさか。フランクはどこから犬を手に入れたんですか？あいつはかつて刀剣に夢中でね。だが何のつもりかある日急に犬たちを助けた。今飼ってるのはそのうちの一匹だ。だが危険な奴には変わりない。近づくなよ。しかしそれでは最近の異常気象は説明できませんね。はい。しかしまだこの異常気象と季節外れの気候の因果関係を断定することは、正直なところ分かっていないことの方が多いのです。ヘドラ博士、最新の調査で詳しいことが分かるでしょうか？これまでのサンプルデータもありますし、そう願いたいですね。アルカディアベイの住民はこの異常な天気を目の当たりにし、何が起きているのかと首をかしげています。昨日には日食、そして2日前には雪。言うまでもなく、この季節には珍しいことです。前代未聞と言ってもいいでしょう。最後にこの規模の雪が降ったのは100年以上も前ですから。アルカディアベイに何が起こっているのか、多くの人が知りたいと思っています。ぜひあなたの身近な体験や意見をお寄せください。これは地球温暖化の影響でしょうか？この異常気象の原因は何でしょうか？俺を撃とうとしたくせにのこのこ来るとは度胸があるな、お嬢ちゃん。だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようが、レイチェルの服を着ようが、ガキはガキだ。一体何の用だ？怖そうなふりしてるけど、犬をたくさん助けたんだよね。ふりなんかしちゃいねえ。誰からそのことを聞いた？すごくいい話だね。動物が好きなんでしょ？犬を撫でてもいい？車の外に出してあげたいんだ。お前には犬のクソだって触らせねえよ。それに目的は犬じゃなくてこの鍵だろう。なんだその物欲しそうな目はよ。次はよだれを垂らしてみるか。何にしても鍵はやらねえよ。悪いけど鍵はもらってくからね。おい、てめえ何やってんだ。俺の鍵を返しやがれ。聞こえてんのか、これ。鍵ゲット。さあ、クロエのところに。罰だったね。これでマックスにはもう3回も助けてもらってるね。私の守護霊様だ。そんな、別に大したことしてないよ。うん、マックスはケイトの命を救ったじゃん。今やブラックウェルのヒーローだよ。助けられてよかった。ケイトはいい子だし、友達だからね。あんな動画で死のうとするなんて。ひどい話。
でもマックスはいい友達だよ。ケイトには味方がたくさんいるってことを知らせてあげたいよね。そうだね。面会できるようになったらみんなでお見舞いに行こう。じゃあまた後で話そうね。さすがだね。まったく頼りになるよ。お礼ならフランクにどうぞ。さて始めようか。これを使いな。1、2の3。ほらごちそうだよ。やっぱ犬は犬だな、バカめ。これで安心して入れる。さっさと済ませよう。今は餌に夢中だけど、そのうち戻ってくるかも。私の部屋がマシに思えるな。フランクと比べないでよ。フランクは別に、いや、あのブレスレットを持ってるだけで十分怪しいか。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。ハイウェイをぶっ飛ばしながら、またキスでもするの？ほら、おしゃべりは後にして、レイチェルの手がかりを探そう。わかってる。ただの夢さ。車内を探して、私はパソコンを探ってみる。ゴミ屋敷化してるよ。汚いな。フランクとクロエが一緒に飲んでる姿は想像できない。クロエとこの車で旅行できたら楽しいだろうな。ネズミ捕りを回避したい理由があるのかな。これより骨の方が好きみたいだね。ポンピドゥっていうの？プードルならともかく。アルカディア・ベイブルワーズに入団したいわけじゃないよね。絵に描いたような汚い台所。なんとかに刃物は要注意だよ。クロエは怖がるどころか楽しんでる。すごい数のビニール袋。リサイクルしようよ。そりゃおやつも食べるよね。いいね。フランクにも大切にしているものがあるんだ。おえ。ライターにしては大げさ。これは自分よ、商売よ、それとも両方？解読できそうにないな。オンライン販売に進出？何か道具があれば開けられるのに。犬と一緒の写真はなんか微笑ましいかも。発見、フランクの宝物。この通気口外れそう。こじ開けるものさえあれば。これは使えそうだね。さて中身を拝見。レイチェルとフランクの犬。喜ぶべきか悲しむべきか。この車を運転させてもらったんだ。
すごく幸せそう。本当にフランクと付き合ってたんだね。こんなレイチェル知りたくなかったかも。なんだか雲行きが。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。なんで？怒るって分かってたからだよ。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。パパは死ぬし、マックスは何年もいなくなるし、ママはクソ親父と再婚、そしてレイチェルまで。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい！クソ親父の肩を持ったくせに。聞きたくないんだよ、クロエ。クロエさ、人生がうまくいかないからって全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ。それとも私が全部悪いってのかよ。起きたことはしょうがないし、誰のせいでもない。ジェファソン先生が言いそうなことだけど、それにケイトだって。ケイト・マーシュの件は悲しいよ。でも私の人生がクソだってことには変わりないだろ。じゃあ誰のせいだって言うの？父親以外に誰がいるんだよ。ウィリアムおじさん、本気なの？そうだよ。パパは私を見捨てていなくなったんだ。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。私だって時々ママを責めたくなる。そんな。嘘なんかじゃない。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち、わからないだろう。わからないけど、でもあの日私は一緒にいた。あれは誰のせいでもない、事故だよ。関係ないよ。あれ以来私の人生はクソまみれだ。でもクロエはまだ生きてる、私と一緒に。余計なお世話かもしれないけど。まあ、ほんと余計なお世話だよ。クロエ、私一人じゃ何もできない。クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。